トさんはちょっとした悪ふざけのつもりだったのかもしれません。しかしその結果、ハヤトさんはもちろん監督やヒロヤさん、そしてチームなど多くの人に迷惑をかけてしまいました。どうしてこのようなことになってしまったのか考えてみましょう。インターネットには公開性という特性があります。インターネット上での書き込みは全世界に公開される可能性があるのです。ハヤトさんは自分のつまらない悪口など誰も気にしないだろうという安易な気持ちで掲示板に書き込んでしまいました。しかしそれが多くの人に広まってしまうこともあるのです。ハヤトさんの書き込みが原因でヒロヤさんが野球ができなくなったり、チームが解散まで追い込まれたりしたら、ハヤトさんはその責任を取ることができたでしょうか。インターネット上に情報を発信する際には、その情報が周りの人にどのような影響を及ぼすか考えなければなりません。ハヤトさんは SNS に匿名、つまり自分の名前を示さず書き込みをしました。しかし書き込んだのはハヤトさんであることが突き止められ、さらには家の電話番号も調べられてしまいました。どうしてでしょうか。 SNS の書き込みは内容や写真などから誰が書き込んだのか推測できる場合があります。インターネットを利用している大勢の人が調べることで個人が特定されてしまうのです。またどの機器から書き込まれたのか調べることができる場合もあります。インターネットには記録性という特性もあります。インターネット上の情報はコピーすることができます。コピーされた投稿内容はハヤトさんが削除することはできず、大人になっても残ってしまいます。インターネット上に書き込んだ内容を調べることは簡単です。他の人に迷惑をかけ続けたり、将来の自分を苦しめたりすることのないよう、インターネット上で一度書き込んだ内容は消すことができないということを強く意識して利用しなければなりません。多くの人々が利用するインターネットは普段の生活と同じなのです。普段の生活でしてはならないことはインターネットでもしてはならないのだということを理解しましょう。 SNS などインターネット上へ書き込むときは、公開性や記録性などのインターネットの特性をよく理解し、周りの人やその後の自分の将来にどのような影響を及ぼすか考えて情報発信するようにしましょう。